あと入っていいですか。はい、すみません、撮影用事すみません。ジモンさん来ました。あ、お願いします。すみません。ごめんね、忙しいとかがあるして。そんなことないです。電話しちゃったのよ。いいです、いいです。どうぞどうぞ。ついつい並んじゃったから。ここだけしか涼しくないんで。あ、いや、そうなんですか。暑くてごめんなさい。今、車止めてまた来ますから。はいはい、すみません。あ、去年の明日ですね。あ、そうですか。あ、そう、これ、そうそうそう、これ。あ、はい。ほんとだ。高齢でお客さん増えてね、ありがとうございます。そうですか。体で払いますから。何やって、すごい増えました。僕は大した。増えました。ありがとうございます。いや、僕はこんなあれですけど。いや一応ね、仕事がそう、お肉のことばっかりやってるから。おかげさまでありがとうございます。いやいや、すいません、本当に。いや、すごい。あ、すごい店になったな。昨日3時間待ち。1時半にもう閉めたんだけど、はい、4時までお客さんいた。本当そんなに？今日は多分、まだ。少しだけですけども。いやでもよかったじゃないですか、そういうお店になって。仙台ほら来て牛タン食べたいと思う人多いから、その中でどこ行くかなって中でチェーンのでかいとこもあるけど、水主さんはこの家庭なんだろう、一族経営、まあ、みんなでねやってる感じが伝わるので。今日うちの孫と娘と全部全家族ですから。家族が一番いいんですよ。これがひ孫。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもこうやってね、家族でやっていくの最高ですよ。ありがとうございます。家族経営が一番ですから。すいません、本当に、はい、じいちゃんにバイバイして。頑張ってね、じいちゃん。バイバイ。希望さん、バイバイ。まだ来てね。バイバイ。1年に1回来ています。すいません、1年に1回じゃ。食べ比べセットね、やっぱりその分厚いタンのこのプリンとした味わいとこのカリッと焼けた味わい、両方味わえるっていうね、それがやっぱり好きなんですね、僕ね。いや、よかった、お父さん、そんな人気が、人気があって。いや、ほんと、木村さんの力すごいです。そんなことないでしょ。あ、もしあれだったら、事務所も何でもいいから飯でもおいでって。いやいや、本当に お中元、お世話ぐらいは必ず送りますから。あ、じゃあちょっと住所書いてきます。うん、お願いします。いや、そんなの申し訳ないですよ。こんなことないですよ。ありがとうございます。本当に増えたよ。本当、うん、そんなに増えた。やっぱり順番さんのスマホ見て、皆さん、あ、 YouTube ね、やっぱり、はい、これまた YouTube おさえチャンネル回ってるから、また来年いっぱい来たらいいのにね。いや、殺されそうです。頑張りましょう。定食についてるお通しはとろろと豆腐。もうすでに外に入ってだいぶ並んでるので、ちょっとこれ関係ないけど。なんかあ、いや、こういうお豆腐もさ、仙台とか来ると味違うんですよね。うん、あら、お醤油はまた美味しい。豆腐も昔懐かしい。まず食べ比べを2つ目失礼します。はい、はい、見てください、これです。なんか一段とお皿を回すなって怒る人いるんですけどね、これ食べてる人は見えやすいようにこうやってます。この厚み、薄いやつと厚いやつの差がすごくないですか。強烈です。やっぱりスイスイさんすごい。これはすごい。普通に薄いやつから取っていきます。ほら、炭焼きしてるのでずっとこれ火が入ってるんです。薄い方の食べていただきます。うん、おいしい。ありがとうございます。やっぱりこれ、やっぱり違うな。噛みしめ、これタンのステーキですよね。
うん、うん、プリップリです、うん、すごい、うわすごい、なんかこのタンを焼き直しっていうのが分かる気がする。2皿目です、はい、どうぞ、はい、うん、すごいです、ありがとうございます。すいません、失礼いたします。ネイルスープです。ちょっと器が熱いから気をつけてくださいね、はい、ごめんなさい、置きますね、はい、ごめんなさい。テールスープ来ました。はい。テールがたっぷり、たっぷり入ってます。うまっ。タンの持ち味ってやっぱこの噛み切れないような感じのところも美味しいんだけど、よく噛んでるから、はい、大変かもしれない。塩の当たり方がすごい美味しい。この分厚さ見て、これ4枚あるって普通はありえないですよね。すごい厚み。結構これ一人分で単1本とかいっちゃうな、2本だ。すごいことですよこれ。取れないですからね。取れない。この1個で普通牛タン定食1個分じゃないかな。そうですね。こんなに厚みがすごいですね。いや、厚みがすごいって。はい。こんなレベルじゃ。照り焼きです。ん？失礼します。うわ、なんこれ。はい、失礼です。もうすごい料理やってた。これ何これ。桜井さん、すごいですね。これ照り焼き、すごい。照り焼き定食ですごい美味しいんだよね。はい、ご飯食べるにはこの照り焼き定食。照り焼き。はい、うまっ。おおおおおま。少し早いですがお一組様にご案内いたします。焼肉のタレのような甘辛いスープタレがとろとろのテールと一緒に入ってます。奥のお席のちらでも構いません。うん、はい、おいしい、はい、ありがとうございます。美味しいね、うん、美味しい、食べきんないわこれ、もう一回ね、うん、ごめんこれね、芸能の人もいっぱいいる、なんの分かるわ。何これ。一切れで十分。そうですね。このボリュームですからね。うん、普通の人だったら一切れで十分だ。はい、うま。普通の牛タンでもこれ普通の店だって厚切りに入るもんね。そうですね、うん、
この上はもうすごく暑いってことですね。あ、これセットだった。いや、この上ってこの上はないですよ。いや、もうこれがこれ以上の暑いはないと思います。うんうん。はい、ベールスープめちゃくちゃ美味しい。ちょっとこれすごいな。その味しまったのいいっしょ。硬くなると噛み切れない。失礼いたします。すみません、テール焼きセットのお客様。はい、このテール焼きセットすっげーうまいわ。これはやばい、やばい。さあ、お待ちください。はい、すみません、ピザセットまで1皿目です。はい、どうぞ。失礼いたします。はい、ごめんなさい。お店出ていただいて右右の突き当たりになります。はい、どうぞ。はい、すごすぎるこれ。はい、3つ目です。手際に少々お待ちください。お肉好きな人でもこれはレスラーじゃないけどすごいですよ。タンが好きな人にはとっては最高ですよ。本当5000円でこれ食えるのってすごいことだと思うのよ。はい、うん、5000円って。あ、単品が3000円なんだ。うまい。すごい。すいません、4名様大変お待たせいたしました。お水セルフになっております。右奥のお席お使いください。すごい。お疲れ様です。いらっしゃいませ。おいしい。もうこれはちょっとさ、普通の量じゃないわ。え？うわ。これ1個だけ焼き直ししていい？かしこまりました。お預かりいたします。時間だったらタンがね、温度があれしちゃうから。そうですね。ね、食べいいでしょ。絶対美味しいよ。本当お店大きくするんじゃないのこれ。お店大きくすることないと思ってるのか。うますぎる。これ焼肉のタレの味、焼肉の味だよね。焼き直しこちらからお願いいたします。すげえ、ステーキになって買ってきた。これいいよ、ほら半分に切って、ドン。次、手が2つです。これがまたね、焼き直すとですね、お肉の一番美味しいスパイスは温度ですから。この温度が大切です。うわ、ご飯ない。すいません、焼き直しできますか。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、申し訳ありません。仕事あります。失礼いたします。焼き直し最高。すいません、ライスです。合計で3つになりますね。失礼いたします。セルフックスは熱くなっております。お子様お気をつけください。失礼いたします。もう一回牛タンが帰ってきた感じになった。
すいません、お待たせいたしました。1.5 人前です。はい、これ辛い。はい、失礼いたします。1人前お一つ目失礼いたします。すいません、失礼します。本当だ。美味しい。あ、これすごいわ。すごいわ。タンを食いながら汗が垂れてくるって最近ないよ。うん、美味しい。これうまいわ。うん、ママおいしい。あ、すごい店になったな。